ちは。こんにちは。さゆたかさん、今日は素敵なゲストが来ていただいてるんですよね。素敵どころじゃないよね。素敵やもうすごいですよ。同級生だしさ。そう、誕生日も近いという。そう、2日違いだね。俺の方が兄貴だからね。22?24 でしょ、はい、はい、今日は西武の辻監督にお越しいただきました、はいはい、ありがとうございます。いや、本当は、はい、原監督も交えてっていう話だったんだけど、最初はね、はい、ちょっと都合がつかないんだよ、3人の都合が。あ、お忙しいですもんね。だからもう、ちょっと来てとか言って無理やり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 。でも、おめでとうございます。ありがとうございます。連覇ねえじゃないよ、自分でびっくりしてんじゃないよ。びっくりしてるよ、本当に。え、なんだしてたじゃん。まあ、びっくりはしてたと思うけど、ね、まあ、ただね、入った頃まではもうね、どうなるかという。まあそうだね。でも最後ピッチャーが頑張ってくれましたね。野手はトータル的に頑張ったし、うん、でもその話を聞く前にどうしても俺興味があって聞きたいのは、1年目泣いたじゃん、うん、で俺メールで今年の涙は見たくないよって言ったじゃん。今年泣かなかったよね。泣かない、泣かない。もうあれは何、まあ、もちろん負けたこともあるけど、選手がもうずっと昨年の話よ、うん、優勝した時、CS で負けた時ね、うん、だからずっと開幕してからずっと1位を走ってきたでしょ、うん、だからそのプレッシャーが今年よりもあったのよ。わかる。いっぱいいっぱいになってた。ここで、いやいや、ここでずっと走ってきて最後に優勝できなかったらっていう、そう怖さがプレッシャーだった。今年に感じ、今年はずっと、まあ、A クラスに入るか入らないかっていうところでしょ。そこでこっちと気持ちとしては気楽なのよ。ああ、なるほどね。だからシーズンを辿った道が違ったということだよね。もう一番上にいるともう下からの突き上げも下ばっかりしか見てないから、今年はもうずっと逆にこの3位に入るために下は、それも下見てたけど、それからだん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 上が近づいてきたっていうところでしょ。でもさ、監督とすれば今年始まる前に必ずファンの前で優勝しますとは言うよね。それは言うよ。でも優勢抜けた、浅村抜けた、住谷抜けた、この状態でシーズン始まる前どう思ったの。いや、今年だととんでもないと思って、もう優勝しますって言ってるけど、もう不安でしょうがなかったですよ。でも何がきっかけでこれいけるなって思った瞬間っていうのは何だったの。いや、やっぱり8月の11日から、うん、まあ、山川を下げて中村を4番にして、そこからの快進撃がすごかったからね。打線が流れたよね。そしてまあそれでも1位とはまだまだ 8.5 ゲーム差っていうところだったから、そこで9月に入ってソフトバンクの背中が見えたぐらいからチャンスありかなという。それを思った。そこでピッチャーが頑張ったからね。あ、それは予想外だった。ピッチャーが頑張ったっていうのは、まあ予想外というか、もうそこまではずっと打って勝ってきたからね。まあまあそうだね。打つってやったら分かるからさ、打つっていうのはもう本当にさ、当てにならんやろ。まあまあそうそうそう。だから相手ピッチャーが良かったらまず打てないからね。ここはやっぱりその不安はずっとあった。でもさ、今年ほど監督の手腕っていうのが問われる時はなかったと思うんだよね。いや、手腕ってことはないよ。いや、でもさ、打順を変えるだけでもさ、あれはね、勇気がいったと思うよ。あれはね、あれは本当に昨年からもう山川の頑張りで、こいつを将来のためにもずっと4番は絶対こいつは山川で行こうと決めてて、もうそれで6月、7月というその山川の調子が全くダメで、本人も自信なさそうにやってるし、まあそこが一番だったかな、今年はね。そう、決断がね。でも春先もさ、秋山を3番にしたりとかさ、いろいろ悩んでたでしょ。だから打順ってやっぱりほら、分かると思うけどさ、つながりができないと、もう本当にやっぱり別人になっちゃうのね。秋山が3番に入っちゃう。いや、ほんと島には源田も3番に入ったりしたからね。だから苦労してんなと思ったよ。見ながらそう思ってたんですね。いやいや、もう今年は、はい、ただあれだけ柱が何本抜けたよね、うん、だって森だって今年頑張ったけど変えられない状態だったからね。休ませられないもんね。休ませられないんですよ。でも騙し使いながらさ、はい、ここがやっぱりすごかったね。だから今になって思うと、やっぱりその岡田が怪我したのが、俺は
このシーズンの中で一番痛かった、はい、という気持ちだったのね。ただそのことがあったからこそよ、森友哉があそこまで踏ん張って頑張ったっていうのは彼にとって今後にこうすごくなんかプラスになってる気がする。成長したと思います。いやだけどその山川を変えるっていうのは勇気がいったよね、うん、その時何か話したの山川と。いや話さない。それはそれは話さないですか。だから本人もそういう気持ちにちょっとあったんじゃない。あ中村自体が非常に調子が良かったんで、逆にそういうふうなとこあーと本人が気持ちがあった中、まあ、悪くてもオールスターでパンとあと山川ホームラン打ったんだよね。だからなんかホームランバッターってそういうところで打ってきっかけで気持ちがすごくこう変わるってところですね。だからそれを期待してオールスター明けもちょっとこういったんだ、まあ依然とやっぱりそういう調子上がらずいうところだったんだけど。でも山川もさ、7番になってもう優勝決まる10試合ぐらいの時ってバッティングがちょっと変わってきたよね。変わったやっぱ軽打するようになったよね、うん、何でもかんでも振るってたら。それはやっぱり中村がそういうふうにまあ言葉じゃなくね、やっぱあいつの姿勢がそういうふうに感じさせたと思うよ、うん、やっぱそういう中村って粘り強さがあるの精神的に。だからほら2軍に落としたりしたからね。だからもうちょっとあまりにもひどかったんで、だその中でやっぱり彼もやっぱりその年齢的なこともあって、ちょっとやっぱもう一つなんか自分の中でこう変えなきゃっていうところが芽生えたと思うし、っていうことに、なんていうか、モデルチェンジしたよね。そうだよね。いやでも、その面々たちがさ、ベストナインを発表になったときに、ほぼなんかセーブみたいな感じじゃない。まあ、打撃に関してはね。すごくない？打撃に関しては。でも、黄金期を知る監督としたらレベル的にはどっちが上？どうだろう。ベストナインから言ったら俺の時はもっと多かったからね。まあそうだろうな。人数的にはほとんどそうだったもんな。9人中7人ぐらいはそうだったね。まあそういう時もあったと思う。あじゃあまだまだ物足りない。いやいやいや、今難しいでしょ。いや難しいよ今は。難しいってのともあったりが。いやレベルがみんな上がってるから、やっぱ各選手各チームすごいいい選手たくさんいるから、その中でやっぱ年間でベストナインっていうのはね、まあ、そのタイトルは取れたにしてもね、でまして優勝争いしてるとタイトルっていうとこ考えた時にやっぱり自己犠牲とか生まれたりとか、まあ、そういうのがあるんだよね。よくみんなが耐え切ったね、うん、俺怪我人がまあちょっとした怪我とかいろいろあったと思うんだろうけど、だいたいフルに近い数を出てくれたよね。ここがすごいと思うね。いや俺もすごいと思う。だから木村があと2打席だからね。あただ来ていた席ね、木村があと2打席受けに立ったとか、もう9人がもう来ていた席に立つっていうね。これは何なの。これは何か指導したの。いやでもやっぱりみんな言うようにそのメットライフドーム夏場はしんどいとか言うけど、夏場の方が打ち勝つからね。メットライフ、まあ、相手が慣れてないからね。まあそれもあるかもしれないもうバテバテくっそ暑いもん冬は寒いしね春先は。俺もっと暑いかと思ったけどね、就任した時にはそういう噂聞いてたから。あそうでもないなって感じよ。それは監督が動かないからいや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 動かないからまだいいよな無責任とか俺らは報道関係で歩いてるんだけど、もうぶわー汗出てくるのはいいですけど。いやだけど本当それがやっぱり今のその凄さかなっていうのを思うし、そうだね、そういうところでやっぱりその抜けられたら困る選手がもうほとんどだから、うん、層がそんなに厚いわけじゃないから、うん、だからそう考えたらまあ当然その自分たちのこう管理であるとか自己管理ね、あとまあそういうスタッフのまあトレーナーにしてもそういうところをしっかりとこうやってくれてるっていうか、練習をやりすぎちゃダメだよね。やりすぎちゃダメ。俺そう思ったパ・リーグに来てセ・リーグ楽だもん移動を考えたら。いやまあそりゃそうだね、うん、それはパ・リーグの選手ってタフになるよ。いや俺も1年だけやっぱパ・リーグは経験あるけどしんどいわ移動は。そうなんです。いや俺らがいる時っていうのは日本ハムがまだ東京ドームだからまだいいけどね、はい、だけどメットライブで終わった後に博多に行かなきゃいけない時なんかやっぱ道とかあるからね、電車で行かなきゃいけない。え電車でですか。電車で移動するんだよ。そうそう、いやだからそれ考えるとやっぱりしんどいと思うよね。
で試合数も増えてるしね。飛行機で札幌でも飛んで、そのままホテルに入らずドームに入ってそこで着替えて試合とか、それで最後そこで終わったらそこで着替えて空港とかね、バタバタですね。バタ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 。でも今のさ選手の気質っていうのは変わってきてるじゃん、うん、我々の頃とは、うん、やっぱ気使う、うん、どうだろう、まあ、ある程度言葉とかそういう人それぞれだから、うん、その書き方は違ってくるだろうけど、そんなに、まあ、任せてるからね、うん、なるほどね、うん、よっぽどこれはダメだよってことがあれば、うん、ちょっと話することがあっても、うん、やっぱりうちの今のライオンズの今のいいところっていうのはやっぱそのしっかりとグラウンド出たらやるっていうところが、うん、そうだね、うん、試合は選手が作ってやってるんだからな、よく耐えてるよなベンチでなもう顔に出したく帽子も叩きつけたいようなこともあったと思うよ。いや、いつもだからその話にいつもあんだよ、知り合いからでのさ、うん、もうほんと怖い顔してこの怖い顔は生まれつきだからしょうがないけど、ただピッチャーがフォアボール出した時それまだ監督抜かれるでしょ、うん、悪い時に帰ってそこうなってるからさ、いや、あんまり出さないようにしてるでしょ。まあね、それはね、あんまり変えてないなと思う。美藤さん、性格もう全部ご存知じゃないですか。いや、それはもう元気の時からさ、やっぱ悔しがる、はい、怒る、うん、これ気性が激しかったよ、監督って、はい、でも監督になってあの座ってる時に、なんか動かないっていうのがさ、なんか耐えてるなって耐えてんなと思う。そういう動かない人ばっかりの下で俺、コーチ選手とかコーチやったからね、そういう監督がの下でずっとやってたから、やっぱり監督はもう伝統しとかなきゃいけないとは思うけどね。じゃあ次の話は、はい、その動かなかった監督の話をいろいろちょっと聞きたいよね、はい、そうですね、はい